はいどうも、GO!NO!GO!GO!TV です。今回はこちら、仮面ライダービルド関連のクリスマスお菓子ボックス開封第5弾ということで、今回はこちらの仮面ライダービルドサークルボックス、こちらを開封していきたいと思います。いやもうほんとこれこそお菓子ボックスですよ、まさに。ほんとそんなぐらいお菓子結構入っておりますんで、まあ、今回はこちらを開封していきたいと思います。はい、とりあえずまずあの箱のデザインを見ていこうかなと思うんですけど、もうこれ開封してから見ていきたいと思いますんで、とりあえずこのビニールを取りたいと思います。はい、ではまずは箱のデザイン見ていきましょうか。もう正面にはボルテックフィニッシュの仮面ライダービルドラビットダングフォームが載っておりまして、ずらしていきますとハリネズミタンク、ラビット掃除機が載っておりまして、ゴリラボーンとか映っておりますね。なんかパッケージ的にはなんかどれも同じ感じですよね。このなんか4フォームは大体載ってるって感じがしておりますが、デザインはこんな感じになっております。でそこは特にデザインは何もありませんね。本当でもこれがまさにお菓子ボックスっていう名にはふさわしいんじゃないかなっていうぐらい、お菓子の数は一番入ってるんじゃないかな。確かこれはお値段税別980円だったと思います。ほぼ定価で買ってると思うんですけど、それぐらいの値段だったと思います。で、まあ、こちらなんですけど、結構さまざまな使用用途があるんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、僕はガシャポンとかでかぶってしまったやつをカプセルごとこの中に入れておこうかなっていう、まあ、使い方をしようと思っておりますが、まあ、他には、まあ、ちょっと軽いなんか簡易的なおもちゃ箱的な感じで、まあ、自分がよく使うおもちゃなんかこの中に入れておくのもいいんじゃないかなと思いますし、あとまあビニール袋をここにかけてゴミ箱として使うこともいいんじゃないかなと思います。ちょうどサイズ的にいい感じのサイズしておりますんで、まあ、そういった使用用途もあると思うんで、まあ、自分に合った使い方をするのが一番いいんじゃないかなと思っておりますんで、まあ、ちょっと今回はまあ、どんなものが入るか一応ちょっとだけやってみたいと思いますが、まあ、そこまでいつもみたいにがっつりはやらずにいきたいと思いますんで、とりあえずまあお菓子を取り出してから、まあ、どんなものが詰めれるかだけちょっとざっとやってみたいと思いますんで、お菓子を取り出していきましょう。はい、ではお菓子を一つずつ取り出していきたいと思います。もう僕見えてるんですけど、定番なものからいきましょうか。せーのドこれですね、コレクションカードガム。これも定番ですよね、ビルド系のお菓子ボックスには。はい、こちらも後で開封していきたいと思います。で手前からいきましょう。せーのドあ、ポップコーンこれ確か第4弾の時に入っておりましたね。これも結構塩味が効いて美味しいポップコーンとなっております。で次がドン、あ、これ初めてですね、エンドウ豆スナック。写真はイメージです。でこれもやっぱ相変わらずハート製なんですよねエンドウ豆スナック3つ目で、4つ目がドン、野菜スナック。これは食べたことありますね。これは確かいつだったかな、第3弾か第2弾時に食べましたねはい、で、これこちらこちらも食べましたね。たこ焼きスナック。なんか大きくなったような気がする。前なんかもうちょっと小さかったような気がするけど、あれこのサイズだったっけな。なんかもうちょっと小さい型のやつかなと思ったら結構今回大きいですね。はい。これで全部ですね。5個。5個のお菓子が入っておりますね。もうこれで空っぽです。中身は。こんな感じ。結構いろんなものが入りそうですね。はい、ではちょっとお菓子取り出したんで、早速どんなものが入るかちょっとやってみたいと思います。はい、ではどんなものが入るかやっていきたいと思います。ちょっとカメラ位置は上目にセットさせていただいております。ちゃんと入るかっていうのをやっていきたいと思いますんで、では1つ目、まず定番のビルドドライバー、これはいきましょうか。あ、先出ますね先は出ますが入ります大きいこのレバーの部分出てますね。で次がこちらフルボトルホルダー。おお、入る。入るけど、めっちゃ窮屈。で、次が、ビートクローザー。絶対入らん。入るには入る。一応入りますね。はい。で、じゃあ、最後、クローズドラゴン行こう。クローズドラゴン。はい。もう無理ですね。もう無理、無理、無理、無理。危ない。非常に危ない。はい。ということで、一応、ビルドドライバーと、フルボトルホルダーとビートクローザーが入りますね。はい。ちょっとクローズドラゴンが厳しい。はい。では次はこちらですね。ファウスト系でトランスチームガン。これはもうすっぽりですよ。で、こちらのスチームブレードですね。
これも多分このままでも全然、あ、全然入りますね。じゃ逆にここにビートクローザー入れれば、お、なんかかっこいいな。めっちゃかっこいい。こんな感じになりますね。はい。なんかすぐ取り出せる。すぐ取り出すことができます。すぐ抜けますから、こうやって。すぐこう抜けますから。二刀流になりますから、これで。いや、これはなかなかいいんじゃないですか。こう立てかけとけばなかなかかっこいいですからね。あと、そうそう、これ、あれじゃないですか。先ほども言いましたけど、ビニール袋かぶせておけば、こう、傘立てとしても使えますよ。下、これ、プラスチックなんで、あの、紙ではないんで、プラスチックになってるんで、全然濡れても大丈夫だと思います。多分全然これ傘立てとしても使えるんじゃないかなと思います。ただちょっと傘立てに使うにしてはちょっとバランスが悪いかもしれませんね。実際使ってないでちょっとなんとも言えないですけど、ちょっとバランスが悪いかもしれませんということで、まあ、あんまり参考にちょっとならなかったかもしれませんが、まあ、一応ビルドドライバーとフルボトルホルダーとビートクローザーは入りましたけど、これ一応ビートクローザー抜いといてフルボトルホルダーにして、なんかさっきより入りが悪いぞ。まあどっちもクローズドラゴン多分入らないですね。はい。ですので、まあこの柄の長いものをこう突き刺してなんかパッと取り出すのはいいんじゃないかなと思いますが、まああんまりおもちゃ箱としては、あの、結構ビルド関連のおもちゃ大きいんで、あんまりちょっと役に立たないかもしれませんが、まああの、僕はあのちっちゃい小物入れなんかに使おうかなと思っていますんで、まあそういった感じの使い方ができると思いますんで、まあ自分に合った使い方をしてみてください。では、お菓子を食べていきたいと思います。はい、ではメインであるお菓子を食べていきたいんですけど、これ、エンドウ豆スナック以外、僕全部食べたことあるんですよね。ですので、まあ一応全部食べるには食べるんですけど、ちょっとあの、食べたことあるやつに関してはもう一口食べてのあのコメントでさせていただきたいと思います。って言ってもまあ、コメントは多分一緒のコメントが出ると思いますが、まあ、ご了承ください。あの、ちゃんと開けたお菓子はあの日にちかけて食べていきたいと思いますし、過去にあの開けたものは全部もう編集中どころかもう撮影終わった後すぐバクバク食べてますんで、あの、大丈夫です。ちゃんとあの食べてますんで、もったいないこととか僕はあんま好きじゃないんで、はい、ちゃんと食べ物は大事にしておりますんで、ご安心ください。ではまずはエンド豆スナック食べていきましょうか。これどういう感じなのかな。さやエンド的な感じかな。ちょっと僕結構サヤエンド好きなんで、ちょっとこれは期待大ですね。こんな感じ。おー。あー、なんかほんとそんな感じですね。じゃあいただきます。うん。ちゃんとエンドウ豆の味しますし、塩加減もいい感じ。うん。なんかこれ全然うまい。かなり美味しい。けど、サヤエンドには勝てませんね。ほんと正直なコメントします。うん、うまい。いい感じの塩加減。さあでは次、野菜スナック。もう過去に食べたことあるんで味分かってるんで、もうたこ焼きスナックは一番最後の方がいいっていうのはもう分かってます。はい、では野菜スナック、こんな感じですね。3色か4色ぐらいの色が入っておりまして、味は結構甘めなんですよね。いただきます。甘い。本当に甘い。これが本当に甘いです。色によって味違うんかなと思うんですけど、あんまり違いはわからないですね、正直。野菜スナックはこんな感じですね。結構甘い感じの味です。じゃあ次、ポップコーン。これはもう定番中の定番のポップコーンで、もう本当はあのベーシックなポップコーンの味がします。もうなんかザ・ポップコーンみたいな、そんな感じの味ですね。中はこんな感じ。これ結構進むんですよ。塩加減がいい。これぐらいの濃さがちょうどいいんですよ。なんか濃すぎず、あの、薄すぎずみたいな。いい感じの塩加減。うん。ポップコーンはこんな感じ。じゃあ、とりあえずまあ普通のお菓子系で最後は、いや、たこ焼きスナックですね、これ。かわらしいたこ焼きがいっぱいあります。いっぱいってまあ4人いますね。4人、4個。こんな感じ。たこ焼きスナック。これなんかでかいですよね。さあ、一応開けますね。これはまあ前回も話したんですけど、たこ焼き型かなと思ったら、ちょっと円柱な感じの形しておりますね。はい。いただきます。
ソース味で、これもなんか濃すぎず薄すぎずでいい感じの味付けなんですよね。なかなかハート製のお菓子やるなって感じがします。なんかこれは毎年恒例にしたいですね。なんか毎年この変わっていくハート製のお菓子の進化を見届ける動画みたいな、そんな感じのちょっと動画作っていきたいなと思います。ってことは、まあ来年も僕が YouTube やってたら、来年もまたクリスマスお菓子ボックスの開封やりましょうみたいな。まあ来年の仮面ライダーが何になるかわからないですし、まあ、僕の趣味が変わって もしかしたらまた戦隊もんとかになるかもしれないですけど、またこれちょっと高齢化していきたいなと思っております。はい、では最後はこちら仮面ライダービルドコレクションカードなんですね。これ開封していきましょう。ちょっと最近被ってばっかりなんで、ちょっとね。さあ、せーの、ドン持ってたかな持ってたかな、ドン。ちょっと、これ単体の動画あるんですけど、多分まだ出してないんですよ。なかなか出す気がなくて出してないんですけど、持ってたかちょっとわからないですね。ドン。ゴリラモンド。これ多分持ってないんじゃないかな。ちょっと覚えてないですね。はい、ということで今回はハリネズミタンクとゴリラモンドが出ましたね。で、裏面は共通なんですよね、どのカードも。こんな感じになっております。はい、お菓子食べるのは以上です。はい、ということで今回は仮面ライダービルド関連のクリスマスお菓子ボックス開封第5弾ということで、仮面ライダービルドサークルボックスを開封してまいりました。いや、今回のは結構お菓子もたくさん入ってましたし、まあ、割とこのボックス自体も使用用途がいろんな使用用途で使えるんじゃないかなと思いますんで、結構いいんじゃないかなと思います。まあ、僕は本当今ガシャポンの被ったものがいっぱいありますんで、そちらをこちらのボックスの中に入れておきたいなと思っておりますが、まあ、他の皆さんは、まあ、こちらを購入して、まあ、こういう使い方もあるよみたいな感じの使い方があればコメントしていただければ嬉しいなと思います。で、まあ一応クリスマスお菓子ボックスは、まあ第5弾までにしようかなと思ってたんですけど、まあもし今後なんかスーパーで、これもちょっと紹介したいなと思うものが出てこれば、まあ第6弾ぐらいまでは続くかもしれませんが、まあとりあえず一応今回で最後と思ってもらってもいいかなと思いますんで、また来年このようなものが発売したら買ってきて紹介していきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。